こうね、ハイチさんと写真を撮ったりとか、たくみさん、かんたろうさんとね、写真撮ったりして、わけさん隣にいたんですけど、よし、それ目指そうって思ったんですよ。YouTube オフィシャル公式のですね。さて、始まりました。もちチャンネル。さあ、今回はですね、やりました。ついに、いやー、これね、ずっととね、目標にしてたんですけど、なかなか叶わなかったことなんですよね。子さんの皆さんだったらですね、サブチャンネルで一度話してるんですけど、確かね、どうなったかというと、正式名称はなんだ？これは、YouTube オフィシャル公式のですね、パートナー、マネージャー、サポートがつきました！はい、この Morikettu English チャンネル1000人のパートナーマネージャー、マネージャーですね。っていうのが、サポートがつきます。公式です。はい。とりあえず、8月、9月、2ヶ月間つくということになりました。ですね、このサポートっていうのはですね、目標としてたんですよ。まあ、きっかけもあるんですけど、それを目指すね。一体どんなことがあったのか、ちょっとね、振り返ってみましょう。はい、YouTube、まあ、2019年に始めたんですけど、そこからいろいろとやってって、まあ、様々な人とね、コラボしたりしてきたですが、2019年のですね、9月8日にですね、イベントがあったんですよ。まあ、YouTube 側はですね、教育に力を入れるということで、教育系 YouTuber のイベントがありました。まあ、当時はね、まだコロナとかなかったので、人が集まれたんで、そこでね、バイリンガールのね、チカさんがやってきたりとか、ハイチさんやね、タクミさんのこのトークショーね、あ、これカンタロウさんの頭が映ってる。ね、六本木ヒルズにあるね、YouTube の場所で行われたんですよ。お昼休みの時にね、これ、ワッキャーさんいますね。はい。ワッキャーさん隣にいたんですけど、このワッキャーさんが、ペットボトル蓋、こうやって投げ方を教えてるところですね。京都大学で英語ネイティブですからね、ワッキャーさん。とか、なんかね、あ、細井先生、そうそうそう。スタジオでこうね、セットのところでね、細井先生写真撮ってるんですけど。で、まあこうね、ハイチさんと写真を撮ったりとか、たくみさん、カンタロウさんとね、写真撮ったりして、それぞれいろんなね、ワークショップがあって、カンタラさんと一緒にね、このワークショップ出たりしたんですけど、カメラとかね、音声とかね、あそこで学んだことが彼の動画には生きているのかっていう疑問はありますが、カンタラさん痩せてない？なんかちょっと。今もっと太ってる気がする。でね、ここで言われたんですよ。そう、たくみさんと話した時だったかな。10万人以上いると、オフィシャルのこのね、パートナーシップチームがあって、YouTube Japan のね、で、そこのね、マネージャーさんがついてサポート受けられたりするんですよ、って言って。すごい、10万人いるとそんなこともあるんだって言って、よし、それ目指そうって思ったんですよ。で、この教育系の中で来てた人たちの一部が、もうちょっと大きいイベントに招待されるんですけど、YouTube ファンフェスクリエイターキャンプ2019年という形で、いろんなジャンルの人たちが今度は呼ばれているやつですね。そこに行きました。知り合いが誰一人いなくて、私はもうスーパー陰キャを出したんですけど、いろんなグループワークとかあるのにさ、もう、まあ、YouTube のクリエイターさんたちですから、陰キャがたくさんいらっしゃいましたんで、グループワークが成立してないところが山ほどありましたけど、まあ、これに行くんですね、私ね。クリエイターキャンプジャパンが最初のやつが9月8日。で、これが12月1日なんですよ。で、ここで YouTube のですね、すごい大きなイベントごとに行ける、ね、チケットがもらえたんですけど、ここにいる人はみんなそこを観覧できます。っていうのね、あったんですけど、結局自分自身はね、そう予備校の授業があっていけなかった。その時ですよ、もう予備校生授業は引退しなきゃいけないなっていうふうに思ったのも、まあこの日ですね。そう、だから2019年12月の段階で自分は持ってたんですね。あ、もうこれ生授業はさすがに引退しないといけないなって思った。で、そのクリエイターサポートプログラムっていうのがあって、で、当時は、まあ10万人いれば結構できたりしたんですけど、10万人がもう山ほどいる状態になっちゃったわけじゃないですか。だから誰もがそのサポートを受けられるっていうものではなくて、抽選みたいな感じになってるって聞いてて、抽選かどうかわかんないんですけど、まあとにかく申し込みっていうのが2020年に来るんですよ、僕。2020年の11月2日に YouTube サポートプログラム申し込み書っていうのが来て、で、来たーってなったわけですよ。ついに申し込み来たぞってなって、で、喜んだんですよ。だ、これだっけ？確か11月だったかな？それの動画は撮ってるはずなんですよ、サブチャンネルで。で、申し込んだんですよ、僕。でも、何の音沙汰もなかった。てっきりその申し込みが当たって申し込んだら、もう、みんなに行くんだと思ってたんですけど、何の連絡もなかったんで、ああ、
外れたのか申し込みができなかったのか、なんかの形でうまく申し込みができてなかったのか、それともそもそも申し込みはできるけどその中であこの人 OK この人ダメみたいになってたのかなっていう感じでがっくり来てたんですよ。すごいね、動画でも申し込んだぜみたいな感じで言ってたのに、ああ結局ダメだったのかと思って時間が過ぎて言ってたわけですね。でもう一個言ってたのが、10万人以上いて YouTube のオフィシャル そのスタジオを使えますっていうのがあって、でそのスタジオの見学もその日できたんですよね。あの教育系 YouTuber がこう集まってる時に、でそこでもすごい思ったんですよ。ああいいな、スタジオ使えるって。こんなさ単なる後ろ壁ばっかりのさ動画しか撮ってないね自分からすると、ああそういうのもあったらいいなってすごい思ってたんで、ね、さっきの細井先生のやつだけじゃなくて本当いろんなのあるんですよ。でそれを使えるってすごいなって思って、それを目標にしたんですよ。やっぱ自分もここにたどり着きたいっていう風にすごい思ったんです。でだから10万突破した時とか、来ないから来ないからってすごい思ってたんですけど、できたけどああダメだったのかって思って、ついにって感じですね。だからやっと突破したっていう感じです。そうずっと待ち望んでたんです。あとそう銀の盾ね、そう銀の盾が届かなかったのもね、これで届くようになるかもしれないですね。オフィシャルなんでいろいろ銀の盾くださいって言えるかもしれないですね。10万人超えてるのになんで銀の盾ないのってね思ってる方もいるんですけど、当時サブチャンネルの方に著作権違反の動画があったからですね。非公開にはしていたんですけど、非公開でもダメでした。収益化がされる前の普通の動画、オープニングとかが著作権違反になってた。まあ、著作権違反というか、著作元があるからそれとシェアって形になるのかなと思ってたんですけど、そうならなくて、もう完全違反っていう形になってて、で、それがおそらく原因だったんですよね。その関連するチャンネルが満たしていないみたいに確かね、問い合わせした時帰ってきたと思うんですよ。金の盾をもらってないので、もしかしたら金の盾をもらえる時が来ると思ってですね。いや、よかったです。2019年の9月の時に思ってた目標だったんで、突破したな。まあ当時はでもそんな早く10万人なんか行くと思ってなかったんで、まあどれぐらいかかるんだろうなっていうね、淡い目標みたいな感じでしたよね。当時1万も行ってなかったんじゃないかな、あの時は。行ってたのかな。まあそんな感じだったんですが、無事突破することができました。いや、これスタジオ使えたらいいな。いろんな広がりますからね。いろんな種類の動画撮れるんで、そう、あとはユーテラを大きくすることできないかなって思います。相談して大きくしたいなって思ってますね。何かしらのこれをねチャンスになってくれるかなと思って、で具体的に何やるのかって、まず最初ミーティングがあるんで、その後にこうしたいとかああしたいみたいなのに対していろんなアドバイスをくれるだと思います。はい、いろんな、その後もねクリエイターキャンプのいろんなイベントには出てたんですけど、でも全部ねオンラインだったんだよね。ちょっと悲しかったんですけど、また人がこう集まれるっていう環境がね早く戻ってきてくれればいいなと思いますけど、感無量でございます。やっとあの時なんとかそこまで行きたいなと思ってたのにね、たどり着くことができたんで、まあこれも一人にね皆様の応援のおかげでございますので、ありがとうございます。なんとかね潰れずにやってこれました。まあたくさんの壁が立ち塞がりましてね、ほんと山あり谷ありを繰り返してやってきましたが、ほんとにオフィシャルサポートね受けられる人ってそんなにいるわけでもないので、これを機にねたくさんサポート、たくさんかわかんないけどきちっとサポートしてもらってね、何かしらいいものを作れるように、そしてもっとねこのチャンネルを大きくして、あとはユーテラ授業チャンネルをね大きくできるように頑張っていきたいと思います。サブチャンネルは気楽にやります。気楽に皆さん見てください。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。またいろんな企画をやっていきます。はい、ありがとうございました。もしありがとうございました。 Thank you for watching。 まあまだまだ目標があるのでやっていきたいと思います。